採用されている、ボルトアクション方式の狙撃銃である。初めは、PM ライフルという名称で、アキュラシーインターナショナル社で開発された。その後イギリス軍での狙撃銃トライアルに勝利、L96A1 の名で、正式採用ライフルの座を手にした。さらに、スウェーデンでのトライアルに対応させるために、オータムウィンターライフルへと改良されている。 基本的なメカニズムはボルトアクション式小銃であり弾薬は脱着式のマガジンに最大で10発まで装填可能である。ボルトアクション式小銃では珍しいストレートストックはアルミニウム製シャーシをベースとしており左右2つのプラスチック製成型パネルをシャーシにボルトで連結して一体化させている。レシーバーを含む他のすべての構成部品は このシャーシに直接ボルトで固定されている。大型のサムホールを装備している。レシーバーの特徴は、炭造炭素鉱から削り出された、底が平らなフラットボトムアクションを、アルミニウム合金製シャーシに4本のボルトで固定するとともに、エポキシ系接着剤で接着していることである。これは設計当時最先端のベンチレスと競技用。 ライフル銃の製作法を取り入れたものである。ステンレス構成の重心は、重傷と接触することのないよう、フリーフローティング構造で取り付けられている。ツイストレートは、308ウィンチェスター弾、7.6251mm、ナトー弾向けには、305mm である。この重心と上述のシャーシ構造から、高い命中精度を実現することに成功した。 三本ずつ二列に配置された6つのボルトラグにより構成されるボルトは60度の短いボルト操作で解放され回転しない外部排差や抽出機構と内部エジェクターを備えている。二段階トリガー機構には10から20ニュートンの範囲でトリガープル重量を調整可能であり簡単に取り外し可能である。 この銃は、イギリス軍の狙撃銃トライアルに提出された。トライアルでは、その他のイギリス製狙撃銃や、外国製の狙撃銃とも比較されたが、最も命中精度が高いと評価され、642シュミットベンター社製のスコープと、共に、イギリス軍の正式採用狙撃銃に選定される、ことになった。スコープは、L1A1 テレスコーピックサイトと名付けられている。 アキュラシーインターナショナルは PM ライフルがイギリス軍に正式採用された後 PM ライフルをベースに開発されたオータムウィンターシリーズに様々なバリエーションを追加した AI 社は2005年に一旦倒産し再建その際にオータムウィンターシリーズは名称を変更方執行機関向けのモデルを AE308 ウィンチェスター弾がモデルや 300ウィンチェスターマグナム弾モデルなどの旧オータムウィンター、オームをオータムウィンターに統合。50BMG 弾モデルをオータムウィンター50とし、オプションや後継に応じた名称を廃止した。2015年に、工術のアックスシリーズを主力商品とした結果、オータムウィンターシリーズの多くは型落ちし、現在は AE の後継となる AT シリーズのみが販売されている。 スウェーデン軍での狙撃銃トライアルに対応させるため、寒冷地対応回収を施したもの。マイナス40度での動作を可能としている。この銃は、スウェーデン軍で PSG-90、オーストラリア軍で SR-98 として採用されているほか、現在では L118A1 及び L118A2 としてイギリス軍が採用している。 243ウィンチェスター後継も少数ながら生産されている。カタログ上では5 5 6 x 4 5ト、mm、ルモデルも用意できるとされていたが、実際には試作のみに終わっている。オータムウィンターのストックを折りたたみ式ストックとしたもの。オータムウィンターにサプレッサー内蔵バレルを組み込んだもの。3 0 0ル先で 22LR 並みの音量まで低減されている。 通常のバレルとは、数分で交換可能。専用のスーツケース内に取得できるようにした、AWS。デルタフォースや SAS が導入している。OP 各国の法執行機関、警察用として24インチバレルを取り付けたモデル。L115A1 ドイツ連邦軍の G22、オータムウィンターを、 マグナム弾である 7mm レムマグ300ウィンマグ338ラプアに対応させたモデル。SM は同一モデルの旧名称である。300ウィンマグを使用する折りたたみ重傷モデルをドイツ連邦軍が G22 の名で338ラプアを使用するモデルを L115A1 の名でイギリス軍が採用。2007年11月14日。 イギリス軍は最新型の L115A3 を580兆、発注、それまでの正式スナイパーライフル L96A1 と置き換えることを発表した。このモデルは新型のマズルブレーキと組み合わせたサウンドサプレッサーの使用を標準としており、リリースされている写真はすべてサプレッサーが装着されている。スコープは、 シュミットベンダーの5から 25X56、スコープを特注マウントに装備。マグナム光景の採用により、より遠距離の目標に対する命中精度の高い、狙撃が可能となった。50BMG 団体応とした、アンチマテリアルライフル。フォールディングストックとした、オータムウィンター50回、ネイビーシールズの要望で作られた、セミオート式 AS50 も存在する。 通常モデルをドイツ連邦軍が G24 の名で採用。マーク13モッド5本銃の特徴であるシャーシ、重症はアキュラシーインターナショナルシャーシーシステムとしてレミントニ M700 シリーズ等のレシーバー向けにも販売されている。アメリカ特殊作戦軍は300ウィンチェスターマグナム弾を使用するマーク13モッド5小銃としてレミントン700 M24 用レシーバーのロングアクションボルト 2X の折りたたみ重傷モデルを組み合わせて使用している。米海兵隊も2018年4月から同様の構成のマーク13モッド7により M40 狙撃銃を置き換えている。AT モデルは軍事用途向けのより高価な X シリーズよりも安価な代替品として2014年に導入された。AT は 法執行機関及び民間での使用を目的としている。AT 狙撃銃は、オータム・ウィンター狙撃銃の遺産を引き継いでおり、オータム・ウィンターシリーズの法執行機関向けモデルの AE 狙撃銃の改良版である。AT308 は、7.6251mm なダ弾。308ウィンチェスター弾を使用する、手動式のボルトアクション式狙撃銃である。 一列三本のラグを二列に配置された六つのロッキングラグをボルトヘッドに備えた回転ボルト、アルミ合金製シャーシを備えたポリマー製重症、スチール製の頑丈な平底レシーバー等が特徴である。20インチ、24インチ重心は先端部の取り付けネジなしのプレーンな重心、または取り付けネジ付き重心が選択でき、26インチ重心は 取り付けネジ付き重心のみとなる。AI マズルブレーキ、取り外し可能なサプレッサーが用意される。断層は、取り外し可能な10発断層である。1.5から 2kg のトリガー重量に、調整可能な2段階トリガーを装備する。レシーバー上部に統合、ピカティニーレールがあり、様々な光学スコープが取り付けられる。また様々なアクセサリーを取り付けるために、 追加のアクセサリーレールを全部重傷に簡単にボルトで止めることができる。標準の後部重傷はポリマー製で完全に調整可能なチークピースとバットパッドを備えている。左に折りたたむ折りたたみ式後部重傷も利用可能である。AT シリーズのアキュラシーインターナショナルシャーシーシステムのシャーシー重傷は レミントン700のショートおよびロングボルトアクションベースの小銃、サベージ M10 ショートアクション、チッカ T3 ショートアクションの小銃にも使用できる。アキュラシーインターナショナル社のアックス長射程、狙撃銃シリーズは、全長の長い強力なスーパーマグナム弾用に、設計され、2010年1月にショットショー、トレードショーで発表された。 これは、オータム・ウィンターシリーズのオームモデルに基づく主要な設計の進化であり、アキュラシー・インターナショナル社によれば、その開発は、US スペシャル・オペレーションズ・コマンド・ソリシテーションが募集した、プレシジョン・スナイパー・ライフル計画により促された部分もあるとされている。PSR 契約は、レミントン・アームズ社のモジュラースナイパー・ライフルが2013年に契約を獲得した。 アックスシリーズは、338ラプアマグナム弾、300ウィンチェスターマグナム弾、および 7.6251mm ットー弾、308ウィンチェスター弾のいずれかを使用し、重心、ボルト、弾装、弾装変更器具を交換するだけで数分で再構成できる、マルチ光景の狙撃銃であるアックスムシーが、主要製品である。さらにアックスシリーズは、 ヒマルチ後継の製品として、7.6251mm 納豆弾、308ウィンチェスター弾を使用するアックス308と、50BMG 弾を使用するアックス50で構成されている。オランダ軍の、338使用のアクスムシーアクスムシーマルチ、後継狙撃銃は、338ラプアマグナム弾、300ウィンチェスターマグナム弾、 7 6 2 m 5 1 m m 窓弾。308ウィンチェスター弾のいずれかを使用する。オータムウィンター狙撃銃シリーズと互換性のない、寸法の部品が特徴である。アクスムシー後継変換キットを使用すると、アクスムシーはボルト、弾装、重心を交換することにより、数分で使用弾薬を変更できる。7.6mm51mm 窓弾に、 変換する場合、X308 用断層を使用できるように、追加の断層変更器具も、断層装着口内に取り付ける必要がある。各後継のシステムに対した一の激震とそれを、格納する構成部品が用意されているため、変換手順の一部として、必要なボルト構成部品に、激震構成部品を取り付ける必要がある。 オームと比較して、アクスムシーのボルト動作は、より長くより幅広く、内部断層も長くされているため、CIP に、最長 93.50mm と定義された。338ラプアマグナム弾を問題なく、使用できる。アクスムシーのボルトは、直径 22mm で、ボルト、ボルトヘッド、ロッキングラグ、重心側の結合部の構造は、 非常に堅牢であり、オームモデルと比較して、より安全に、薬質の高い圧力と温度、ボルトへの高い抗体圧力を扱えるように設計されている。ボルトの構造が大幅に変更され、ボルトを現場で手動で取り外すことができるようになり、ボルト本体からボルトヘッドを取り外すというより、複雑な作業を単純な手動工具を使用して行うことができる。 後継の変更は、ボルト構成部品全体、または、後継固有のボルトスリーブを変更することでも、実現できるが、より大作業となる。ボルトの内部には、ボルトが、部分的にしか閉じていない状態で発砲するのを防ぐ、新しい安全機能が追加されている。改良された板バネ状のオータムウィンター7.62、モデル型の抽出機は、一連のボルト動作の、 信頼性を向上させるはずである。この抽出器は弾丸先端を使って着脱可能である。重心の取り付け用のネジ山の直径は大きくなり、アクスムシー専用のものである。本重には長さ27インチ、338インチ口径のフローティング構造で、溝付きの重心が標準として取り付けられている。アクスムシーの重心には、 従来型ではない 238mm のツイストレートの線上があり、21世紀に入りより一般的になった。これにより、より長く重い、338口径の極低低効力設計の弾丸を適切に安定させる。他の長さ、口径及びツイストレートの重心はオプションとして利用できる。二段トリガーには0.5インチだけ前後に移動できる。 新しいトリガー集があり、15から20ニュートンのハニでトリガープルを調整可能である。アクスムシーは変更された断層装着口に挿入される新しい338ラプアマグナム弾用の10発ダブルカラム鉄製断層を使用する。さらにアクスムシーはフリーフローティング重心を包むように八角形状をした全部重傷を備えた改定された。 外部シャーシストックシステムを備えている。全部重症の4面には、ミル STD1913、ピカティニーアクセサリーレールが装備され、モジュール式取り付けポイントを提供している。八角形状の全部重症及び、ピカティニーアクセサリーレールには、いくつかの長さの選択肢が、用意されている。レシーバーの上部には、 照準光学系を取り付けるためのミル STD1913 ピカティニーレールが装備されている。アクスムシーには 30MOA の前方に傾斜した光学レールがあり、超長,長距離射撃に最適化されている。折りたたみ式後部重傷にはオプションのバッドスパイクを取り付けることができる。厚いルや 防護服を着用する場合の使用を容易にするために、X の重傷と比べて、重傷をさらに短く調整するのを可能とした。後部重傷には、標準で左右と高さを調整可能なチークピースがあり、オプションでクイック調整可能なチークピースを取り付けることもできる。チークピースには、様々な調整、取り外し、および取り付け。 手順に使用される 4mm の六角レンチが収納されている。ピストルグリップには様々なサイズのバックストラップを取り付けることができ、またピストルグリップと可動式のトリガーシュート組み合わせると引き金を個々の一手に合わせて調整できる。AX308AX308 は 7.6251mm、n a t ダ弾だけを使用する独立モデル。 7.6251mm ナトー弾。308ウィンチェスター弾を使用し、20mm のボルト径を備えた、より短いボルトアクション機構を備えている。アックス308には、長距離射撃用に、最適化された 20MOA の前方、傾斜光学レールがある。アックス50は、オータムウィンター50を置き換える。50BMG 弾を使用する。 対物狙撃銃の独立モデル。ボルトの直径が 30mm で、大きく長いボルトアクション機構を備えている。アックスシリーズのアキュラシーインターナショナルシャーシー、システムのシャーシ重傷は、レミントン700のショートおよびロングボルトアクションベースの、小銃にも使用できる。プレシジョンシューティング史、1997年1月号。 月刊アームズマガジン1992年10月号。ありがとうございます。